はい、どうも松村です。今回は画像を小さくする方法ですね。画像のサイズを小さくする方法を解説していきます。今回は Windows のパソコンで、やる方法を解説します。Windows には Paint というソフトが、あらかじめ入ってます。Paint ですね。マークで言うとこういうパレットみたいなマーク。このアイコンが Paint というソフトです。で、これは、スタート画面から行くとですね、よいしょ。アクセサリーってところに入ってるかな。アクセサリーっていうところに入ってます。今はアクセサリーっていうのがないのかな。Windows 10になってからアクセサリーっていうのがなかったらですね、どこから行ったらいいのかな。Windows にはアクセサリーっていうものがあります。どこだ。Windows アクセサリーあった。Windows アクセサリー。この中に Paint っていうのがあります。Windows 8.1 とか、まあ、7とかだったらアクセサリーっていうところがありますので、そこから Paint というのを探してください。Windows 10の場合は Windows アクセサリーから Paint っていうのを探してください。そうすると、よいしょ。こんなソフトが立ち上がります。ここでですね、ファイル、開くとやって、その大きさを、画像のサイズを、変えたいファイルを選んで開くとやります。よいしょ。そうすると、こんな感じで、写真が出てきます。まず、画像を小さくする方法ですね。この場合は、上のツールバーのサイズ変更というところをポチッとクリックして、これピクセルという方にチェックします。で、水平方向というのが横幅です。垂直方向というのが縦幅です。で、ここの水平方向、横幅を例えばこれ800って変えると垂直方向も自動的に変わって横と縦の比率が、元の大きさと同じ比率でちっちゃくなります。これで OK としますと、はい、こんな感じでちっちゃくなりました。ちなみにここですね、ここに 800×533 ピクセルって感じで、この画像のサイズが出ます。あとはこれをファイル、名前をつけて保存。で、名前ですね、画像1みたいな感じでつけて保存とします。これで OK です。はい、以上で今回は画像のサイズの小さくする方法を解説しました。ありがとうございます。